害主義ファイヤー、とうとう最後となります。かかわされてごしつかりと。まあ何が最後なのか、まあタイトルとサムネイルを見てわかると思う通り、ゆきドラちゃんとうとう上付きをします。実家でのマリオカート実況が、まあ、これで最後と言っても過言じゃないことになります。最低かしっかりと、本当にね、とうとうですよ、とうとう、やっと私の配信環境が整うと言っても過言じゃない。まあ今までね、どんな災難に遭ってきたかと言いますと、まあ大パンしたら録画が止まったりだとか、まあ深夜に大パンしすぎてお母さんに怒られたりだったりとか、いろんなねことをくぐり抜けたこの実家での、まあ、最後のマリオカート実況となっておりますと。やっぱりね、ゆきドラちゃんといえばマリオカートかホラーゲームみたいな二大巨頭で生きてきた人間なんで、やっぱりラストぐらいは、実家でのラストぐらいはしっかりと1位をもぎ取り散らかしてもろて、しっかりと1位取って、あの実家ありがとう、今までセンキューソーマッチといったそういった感謝の気持ちを込めながらマリオカートプレイしていきたいと思います。それではやっていきましょう。まあ今8位なんで、とりあえずテレちゃん使っといてスター引けたら勝ち。まあ5位でキノヨ、そこそこ強みちゃんなんで、このまま上がっていきたいんですけれども、まあコインが10枚あるんで、待っておい、まあまあまあ、とりあえずイカスミパスタ剥がしてキウイ割りしてスター出て雷回避で勝つ。これ危なすぎ。これでしっかりとダブル割って、頼むキノコ、キノさんもうえぐいって、お前らえぐいって。とりあえずあのこれぶちかましといて、さあとりあえず7位か、とりあえずあそこにいるゴールデンピーチか、ゴールデンキウイって言いそうになったんだけど、とりあえずしばく、ゴールデンピーチしばき散らかし。キノさん押せんだよ出るの、押せんだ、おい。6は止まんねえ、なんでいちいち止まってんじゃねえぞ6が。よし素晴らしい、よっしゃ、てこは第2レースはエレクトロパレード、しっかりと勝ちます。エレクトロドリームエキサイトバイクとね、得意ステージが来てるんで、ここ雪ドラちゃんの流れが来てるって言っても過言じゃない。せいてこはしっかりと絶対に1位取って終わる。さすがに実家最後の実況となれば、そりゃ話は変わってくる。やっぱこのうちにはね、かなりいろいろな思い出がある。嫌な思い出ぐらいしかないんだけどね。録画止まんな、マジで。マジ、録画だけは止まるな。いや、まあね、最低限録画止まっていいよ。その代わり動画だけは破損するな。動画破損したらね、動画が破損しちゃったら、せっかく撮った動画の内容なくなっちゃう。被弾しすぎじゃね、死にてえのかお前ら、死にてえのかブスどもが。さあぶち殺したいところ、さあ10位でキノヨンちょっと弱いんで、ちょアイテムぐるぐるパーリナーしていきたい、アイテムぐるぐるパーリナーしていきたいで、インコースジャンベにショートカットいっちゃって、いやキウイか1個だけ交換してスター出たら嬉しいなぐらいで、そういう簡単な気持ちで、ここでしっかりとスターを引く男、ここでスターを引く男、素晴らしい。キノイチ素晴らしくて、被弾してないだけで被弾しとんよ、被弾しちゃってるんだよそいつのせいで。いやまあここのコイン丁寧に回収して、ダブルは私が割りますよと、渡せます、渡しませんよと、ダブルは私が割るものです。さあしっかりバナさん引いてるんで、防御は完璧なんだけど、ちょこれ1個投げる、1個だけしっかり投げて、3位にちょっと圧かける、3位にしっかり圧かけて、4位でまさかのスター引く、めちゃめちゃスター引いてる、ワンチャンさんだドーン、さすがになしえで、まあ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 落ち着いていきや、落ち着いたら勝てます、落ち着いたら勝てる。いや冷静になる雪ドラ、冷静になる、とりあえずここのアイテム絶対割って、頼むいいアイテム、いや弱すぎだろ、金玉パーリナチンコすぎて、キウイで割るより4位で割った方が強いアイテム出るのなんなんマジで、こいつ抜かしたい。ここでまさかのサンディが振る、まさかのここでサンディ振り散らかして、ダブル割れないからしっかりシングル取って、キノさんいや強すぎない、おい使ったじゃないたけしさん、まあ、使ってないから被弾してるんだけど、さあまさかの4位まで出る。いや今さっき回避してたらガチワンチャンって、弱すぎだろ、いらねえよこんなカスアイテム。
なんでリカちゃんイカ食わねえんだよ。お食事の時間、赤コーラ食え、後ろ振り向いて、後ろ振り向いて赤コーラ食え。リカ、お前マジ仕事できねえな、クソカスが。もう次のレースで1位取る。よっしゃ、リカ、第3レースはスノーランド、勝てます。しっかりと打開をして、まあ、中盤で打開して強いアイテムを取ってしっかりと打開していきます。相手がしっかりと、まあ、初っ端の順位は落としていきたい。できればキウイ割りがしたい。さあ、しっかりキウイ割りしてもろて、しっかりキウイ割りして、コイン取りすぎじゃねえお前ら、コイン取りすぎ案件なんだけど、まあ、しっかりコイン、とりあえずコイン回して、無敵をとりあえず欲しいね。無敵とりあえずほじりたい、今日この頃なんで。キロサスタ、どけろブスペンギン。わ、ダブル割られそう、ダブル割られちゃったんで、ちょ、とりあえずコイン回収しながらスター、よし勝った、よし勝ち申して、しっかりとこのアイテムあれば勝てる。爆は早く爆発しろ、とりあえずコイン回収していいぞ。全然ある、全然ある、全然ありえるチャンス来てるんで、とりあえずこれ特大ショートカットいって1位まで踊り出れないな、8位ぐらいだ、まあ、3位ぐらいには踊り出れるんじゃないだろうか。3位ぐらいまで踊り出れたら完璧なんで、思惑通りで5位ぐらいまで踊りで散らかして、とりあえずこれダブル割りたいな。割れが下げだから1個アイテムしっかり割って、アイテムワンチャン振れ、ワンチャン振れ、まあ、振らないわな。まあ、いいか、これで2位でとりあえずキノコのまたショート、特大ショーツとカツトに行って、で話を進めていこう。とりあえず後ろはね、結構差が離れてるんで、青コーラ飛んでくる、もしくはこれなんだよね。サンダー降ったら終わるって言いそうになったらこれなんだよ。お前回避ずるない、回避ずるくね、お前、お前一人だけ回避ずるいぞ。とりあえずアイテム割り散らかして、キノさん弱すぎ、弱すぎじゃねえマジで、アイテムがおちんこすぎてお話にならない。とりあえずアイテム1個割って、ふう、落ち着いていこうか。うわー弱すぎる、緑コラでも結構前詰まってるよ。お前しんどけブス、わっしに当たらないでよ、絶対に、絶対にわっしに。おい青コラ押せんだよマジで、青コラガチ押せんだよ。お前マジバックスのやめようや、バックスのやめよう、マジバックスのやめよう。まあまあ4位は耐えでしょ、まあ4位は耐えですよ。4レース目で1位取って勝つ。よっしゃ、てか第4レースはキノピオサーキットトーイヤ、運ゲーステージです。完全なる運ゲーステージなんで、まあ打開強いんで、このステージもしっかり打開していきたいと思います。てかしっかりと、私今回この動画1位取るまで絶対終わらねえからな、絶対終わらない。さすがにね、記念の1レースにしたいんで、私もさすがにね、終わりと最初だけは、ね、しっかりとね、あのちゃんとやりたい系 YouTuber なんで、とりあえずコイン回収してダッシュ版乗ってキウイ割りしたい、命がけのキウイ割りがしたい、命がけのキウイ割りして、さあキノさんスターとかに神アイテム引いて、とりあえずまあまあうんちすぎるんで、とりあえずアイテムぐるぐる回す、アイテムをぐる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 ごさみにしといて、さあまた弱いアイテム引いてるんで、もう一回アイテム回す、もう一回アイテム回したいんだけど、これ出る、これあんまり強いアイテム出なさそう。あ、やっぱそうだよね、ゲストとかいうクソアイテム出ちゃってるから、ゲストとかいうクソアイテム出ちゃってるんで、絶対ダブル割る。さあキロサスター、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 まあ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 耐え耐え耐え、だいぶ耐えではある。これも使っちゃってワンチャンいいの引っ張って、惜しかった、よし勝てる勝てる、全然勝てます、全然勝てます、このアイテムで、このアイテムで全然勝てます。さあしっかりと雷回避してるんで、あと被弾しないように、絶対に被弾しないように立ち回り散らかしていきたい。今日この頃なんで私ここでスタイルたんだろう、マジでなんで私ここでガチスタイルたんだろう。いやでも結構詰まってる、絶対被弾しない、絶対被弾しない、絶対に被弾しなくて、お前しばく、まあ上がれおお、もう火だ、スター入れるタイミング完全にミスった。よっしゃ、てか第5レースはニンニン道場、勝ちます、毎回言ってる気がする、勝ちますって、まあ言うしかないよね。ここしっかりニンニン道場、1回だけ勝ったことある、ガチ1回だけ勝ったことあるんで、その1回だけ勝ったことある経験を糧にしっかりと立ち回り散らかしていく。お前どこにドリフト切ってんねん。さしっかりとなんか吸わせて、
これどうしよう、ニスキング行こうか。しつかりニスキング行くんだ私。しっかりニスキング失敗して、まあ悪くなしえちゃん、とりあえずジャンピングアクション入れてアイテム1個しっかり取って、悪くない悪くない。7位か、ちょっと被弾しそうだな。危険です、バリアン、しかも暗闇バージョン。さあこれしっかりと被弾してもらってて、さあこれジャンピングアクション5位で、キノさん、あいつまずすぎ、ありがとう、私の赤コーラ消してくれてありがとう。私の赤コーラ早すぎるんですけど、しっかりと雷めちゃ速くない。とりあえずこのコイン大収穫時代あいつに取られて、ジャンピングアクション、ジャンピングアクション、さあ悪くない。6位か、これどうしよう、どうやったら勝てる。まあ1位がね、あんまり離れてないのがかなりね救いなんだけど、救いのヒーローブリブリザイモン来てくらってるんで、とりあえずね絶対に防げない。ボムを置いて、もうニスカ失敗しない。失敗して、しっかりと、しっかりとニスキンを失敗しといて、まあ失敗は成功のもとですよ。ブスどもしばきますぞマジで。さあこれしっかり9割りしてる、これがやりたいんです。わざと順位を落としたんです。雪泥ちゃんレベルになるとこういう高難易度の技が可能。ちょ1位のやつ12位めっちゃ離れてんじゃん。だから3だって言ったらさ、これサンダーフルタイミングマジ読むの至難の技だぞマジで。ガチで難しいのこれ、至難の技、本当に至難の技。キラ引いた、ちょっと待って、キラ引いたんだけどタイミングがマジでわからん、タイミングマジでわからないんで、とりあえずここで行っとこう、ここで行っといて、とりあえずキラー、どこ行ってんだよブス。まあ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 、まあ、これはしゃあない、これはしゃあない、キラー悪くない。はい、雷さん、雷がしっかりして5位まで浮上、ワンチャンお父さんあるからさ、ワンチャンお父さんあるから、これでジャンデリ抜き散らかす、ジャンデリ抜き散らかしたいんで、これ使うもん、使って一気にこいつ芝居といて、何したんマジで。落ち着いて、うっ、頼む、防御引いて、防御防御防御、絶対防御引いて、絶対防御引いて欲しかったんだけど、とりあえず雪ドラチャイチ獲得でした。2人の動画しっかり1位取ってくる、素晴らしい。第6レースでも1位取って、ここの動画とこの実家に感謝の気持ちを込めてオチをつける。第6レース行きましょう。最終レースは湘南藤沢キャンパスマリオカートトップ3。噛んだことありません。ここ。マリオカートサーキット SFC はね、マジで打開強いし、雪乃ちゃんの得意ステージで有名なんで、しっかり最初はキウイ割りをして、とりあえずのし上がるっていうよりはコインが集めたい。お前取りすぎじゃコイン、ぶち殺すとカス。まあまあまあ落ち着いていいギア、とりあえずコイン回収。私がコイン取るんだよブスが。さあとりあえずここのコインも私がもらって、ダブルアイテムもしっかり、危ねえ、あいつ私を引こうなんて100年早いぞ。さあこれしっかりと、まあこれちょっとテレサあんま強くないんで1個だけ使っちゃおう、もう1個使っちゃおう、もう1個使っちゃって、青コーラ弱すぎる、青コーラ弱すぎるんで、とりあえずコイン回収して、まだ上がらなくていい、まだ満を持して上がろう、マジで満を持して上がる。危なすぎだろこのバックスナ、さあ危なすぎる、バッ危なすぎる、マジたけし大暴走、大暴走のたけし、たけしが大暴走してて、とりあえずエイト引いた、とりあえずエイト、ちょスターだけ使いたいな、いや待って全部交換しよう、ゲストもちゃんと使って悪くない、頼むいいアイテム、勝った、しっかりと勝ち申したいところではあるんだけど、この、ね、金玉パーリ内がマジで邪魔すぎるお話、邪魔すぎる剣についてなんだけど、いやこれねサンダー振らなそう、まだこれ、これ絶対キウイ割りする、いや待って、キウイ割りしなくてもいいアイテム出そう、マジでいいアイテム出そう。さあとりあえずスター吐いといて、キンタマパーリナ呼べんだよカス、もうこのアイテム引いて勝ったことないもん私、頼むいいアイテム来て、お願いお願いお願い、スター弱すぎる、落ち着いてダブル取んなブスが、とりあえずテレサ危ないんだあいつ、ただもう弱い、一番弱いアイテム引くな、こん中で1は危なすぎる、お前しばくぞカス、とりあえず目の前を荒らしまくる、嵐のごとく荒らしまくって、ボイナちゃんいって、ちょ待って、もう1レースいかね、第7レースでおまけの第7レースで1位取る、よっしゃ、てか本当の最終レースはドラゴンロード、雪ドラちゃんがマリオカート史上1回も1位を取ったことない選手、最低がしっかりと、ここ雪ドラちゃんのニスクなめんじゃないわよ、私はどれだけトレインさんの動画を見てると思ってるの、昨日の動画でねしっかりとね
復習じゃない、予習はしてきてるんで、予習はしっかりしてきてる。で、まずこうなんかポンポンってやって、で、なんかピンク色ためんのよ。無理です、私にはまだ無理くて、一旦諦めることも大事。当たらない、よし、素晴らしいよ。7位まで来た。とりあえずここでクルリンパパーになりたい。クルリンパして、ちょ、コイン回収したいんだけど全くないんだよね。全くないゆえに、ちょ、待って、1個だけアイテムしっかり交換して、悪くない、キノコか、ちょ、使おうか。キノコならしっかりジャンゼリショートカット入れといて、あいつ頭何も持ってないんで、何も持ってないんで、とりあえず安心安全、安心安全です、本当に。とりあえず、いや、まあ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 、落ち着いてピンクターボ貯める、たまらない。で、なんかポンポンってやって、ピンクターボまで貯めるの、お前よし、当たってくんな。無理だ無理だ、私には無理だ。ピンクターボがまずたまんない。ちょっと待ってよ、これ青から絶対当たらない、ダブル割れる。で、スター引いて雷回避して勝ち。キノヨン強くね。キバックスなら話が違う、バツクスナイパー話が違うんで、しっかり1個アイテム取って、バナナ、間違えた。あたしに被弾多くないか、ちょっと、あたしに被弾多くないか、マジで。何も来てなし、えちゃん、とりあえず大丈夫、とりあえずワンチャン目指せる。もう一回オコラ、もう一回オコラ飛んできて、危ねえな、クソ。あたしを大、どんだけ、お前しばきますか、マジで。ごめん、話し合おう、ミドさんは話し合おう、マジで、ミノさんだけは話し合いたい。パックンフラワー起動、行くえリカー、あぶれ、引けずスパニメ食えるのかな、この子。とりあえずキノさん持った、ダブル割られる、1個でいい。いや、このキノコでジャンゼリショートカット入れてスター強すぎだね。ワンチャン雷、ワンチャン雷、ワンチャン雷、もう弱すぎる、もう二度と実家でしません。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!